やい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 や。楽しませてください。ダウンドこちらですの。ファイト。どう？はい、なったね。どう？回転がアナオさん対再開です。聞こえぇー、通れ。アナオさん対若さんか。大丈夫だよ、画面映ってますよ。そのあーごめんなさい、がっかり。あーすいません、放送始めます。すいませんでした、ちょっと放送事故です、完全に。さあでは体力でいきます。体力でね、攻めていきましょう。体力はなんかちょっと気が有利で、なんか弾なんか2回当たってなんかよく分かんなくて解放した。つばたてジャンプ C を入れ込んでいたからヒットがしたけど、かなりこれ重い指導になる。しっかり間に合って、しっかり見る巻いて、ここでロッケロックのボール当たるか。ギザーぶち当てていく。このコードだと引っ込みして、いかが電子かな、そこだけで解放でしょう。さあバックラッシュ電子一気に届く位置。さあ左右が自分のバックスで分かんなくなる。ぜひガラッチ上げて三役を決めるわ。投げを持っていた。デビーから捕まえたい。DB が置いてある。さあこれは時間と関係なくて、エチャの上取っているのはまさかしてなんか重いんじゃない。こここちらですの。なんかエチャちゃんようなんか放送が重かったり入れたい。さあオタマの派生からツーナゲ入らない。スイートジャンプだったのね。ツーナゲ届かず 6B 突き切って進んでいく。防衛対空からしっかり捕まえて画面で体力リードは倒さったが、ここでジャンプ A に見合わせて、さあインベルトリーはあまり関係ない。それでもレディー失礼し、はい、乱暴なの。カメールは抜けていく。それから2周から固めて裏しっかり見えていた。3周から声相打ちカウンターでこちらですの。失礼し、ここで捕まえた。さあここダッシュで物に出入ってからの置き攻めに行こうかな。これはビッグボールからバックダッシュしてから2位を置いてビッグボール3位を置いて、さあ5位と2位でいっぱい殴って最後読んでいた。さあ2ラウンド取り返すのナオさんの白レーン。ダウンド3ファイト。どう上から捕まえた。ダッシュしてが深みに当たったがちょっと興味が欲しかった。さあこれで入れ替わってハイカウンター。これは痛い。こっちで捕まえた。普段からマッチ終わる。これはマッチ終わったじゃないか。落ちまう。さあ、相性が落ちちゃった。楽しみ見なかった。ダッシュスタートのせいで捕まえた。さあ、JB が上半身的に使って、このコードはちょっと回復してか。2位から物投げ。さあ、4点を出して、次は3位から5回、残りから投げていく。体力が最後で奪って、最後で捕まえてジャンプからしっかりとコンボを、あれ？ごゆっくりお休み。この白レーン気は乗らないけど、対するはティアスの式。ダウンドワンファイト。少しだけかな。ジャンベついているが受け身が取れていない。速攻で全員ブロバック1-2からやるじゃない。捕まえた。スロリンガワジャンプ。ここでカウンターゲージを吐いて思いっきり減らしていく。画面端蹴り置いたって防水タイプ。これをうまく決めしてブロバック欲しいから置き攻めは練習なしっかりガード。これはさあ作戦馬が作戦しない。ちょっとしっかりガードして、ここは吹っ飛ばすのが間に合わない。なんか勝利点っぽいのが見えたが、さあ一回中段からしっかりとコンボに行く。レジラマックスまで画面端白レンガーはキープしていく。
最弱はユラ。ダウンド。さあ珍しいネタを出してくる。ヒロヒロくんが1段取って世界クレゴー JD 同士のアイスターカウンターは取ったの。次は6人かな、あれ6人当たって2人から固めていく。これは厳しいから、ここはアイスターだが時間が漏れた感じか。あとさあまだまだ先は長いがね。まず1回生まれて2ラウンド目、あっという間に取り返すのは、ティアサシキ。それから、飛んでいく。これ4人が拾っていって、体力が14秒で変わる。JB パスから、アイちゃん中段、しっかりガードして、こちらですの。気をつけて。シュートリトリ。エビ交代の方でやる方がいいな。バルトーくん、ドエキソルジャーさん、クロスピジャンじゃねえわ、合ってるわ、クロスピジャン共産のチーム試合になります。バルトーくんのとこですね。バルトーくん、カグラさんですね。待てでしょう、カグラさんで気がついたらなんかよくわかんないことになってる。どういう、これは痛いぞ。厳しいからしっかり手を添えて、さあここ空が出ない。チンシーが空対空ライスカイターからこれは死ぬでしょう。シード、まあ、さあ勝ったのは、どこだっけ、